チュートリアルの第2回です、ね、はーい、えー、キューボの実務がお菓子をポリポリしながら学べる貴重な勉強会ということであ,のある調査によるとねあの参加者の半分はお菓子をポリポリしながら聞いてるんじゃないかとでもう半分はあのベッドに横になって入眠,眠 BGM として使ってるんじゃないかという噂ありますけれども今日はですね数字を均等に2組に分けるっていう数学の問題と まあよく聞くシフト最適化ですね。えー、やっていきましょう。こちらの教材の、いつもここから始まります。教材のトップから、今日はここですね。3番と4番。内容としては、方程式制約という、勝手に私が呼んでいる、そういう内容を学ぶですね。じゃあ、これをですね、新しいタブで開いて、はい。コラボに行きます。 あこの冒頭の説明は、ね、いつも同じですあの。コピーして使ってくださいねっていうことが書いてありますと。早速今日はね、問題に入ってきます。30分で終われるかな。えー、次の6つの自然数を相和が等しくなるように2グループに分けてくださいということで、15とか25とかって書いてあります。ちょっとこれ、あのこういう問題ありますよね、数学で。高校数学とかかな。ね、4点。あのまだ、あ、点数関係ないですけど。 どっかの問題からねあの、取ってきました。取ってきたのをちょっとか変えたかな。はい。で、あの、まあ、実際これ入試問題とか期末テストで出る場合は、あの、整数のジャンルですね。倍数とか余りとかっていった整数の性質を利用して、まあ、解きやすいようにはなってるはずなんですが、まあそういったテクニックは今回一切用いずに、あのコンピュータの力で解くと。で、その古典コンピュータで全探索する場合はですね、 まあ2組に分ける A グループ、B グループのどっちに行くかなんで、っていう選択を6回繰り返すんで、2の6乗通りのパターンがある。それ全部試せば確実に答えは分かるんだけれども、そういうのではなくて今回量子アニーリングで解くということで、さあどうやって解くんでしょうかっていうのを学んでいきましょう。このテクニックを使おうってことね。あの前回ちょっとちらっと内容覚えてますかね。あの、いくつかの量子ビットの中から、 いくつかだけ1にするっていう一番基本の式をやりましたね。で、今回はまた新しいことを学びます。えっ、ー、と、解が0と1だけの方程式って言ってね、例えばこういう時に使うんですね。重さが1、2、3の3つのボールがあって、どの組み合わせで取ったら合計3の重さになりますかと。まあ、こういう問題があった時に、こうですね。えっ、ー、と、えーぼ、各ボールに量子ビットを割り当てて、 要するに 1x たす 2y たす 3z イコール3みたいな方程式ですねでこう。こうですね。量子ビットに1かけて2かけて3かけてって、係数をかけてあげて、で3を引く。で、括弧閉じて2乗する。こうすると、えっ、ー、と、これ思い出してくださいね。あの量子ビットのところには最終的に0か1が入るんで、ちょっと頭の中でこれ0と1をはあの当てはめていってください。どういうふうに当てはめたら、 これはあのエネルギーだったんです、ね、H っていうのはハミルトニアはエネルギーでエネルギーが低いのがいい回だったわけですねで2乗してるんであの0が一番いい回ですねだ01どうやって割り当てたら0になるかなって考えたらまあ多分この、まあ、まあこうですね答えとしては110か001になるということで110っていうのはつまり手前の2つが1になった時っていうのは 1+2+01、まあ、と2が有効になって3-3で0になってエネルギー0 だから001の場合は3つ目のボールだけ取る、ね、3のボールだけ取ればいいわけですね当然、えー、重さは3であるとこの2つの回があの、まあ、同時に出てくるわけで両方ともあの同じくらいいい回として出てくるわけですねっていうふうにこう頭の中で01を割り当ててあげてくださいだ前回やった基本の設定の,あのちょっと発展形ですね亜種みたいなやつなんであのただその係数がついただけです でその0が入ったところはこの係数もあの0がかかってなくなるので要するにこのいくつか項を足してるんだけどどの項を有効にしようかなってどの項の組み合わせを有効にしたら、まあ、ぴったりこの数字になるかなっていうそういうことですねそれがまあここでいう方程式っていう意味ですねじゃあこのねあのテクニックを今回はずっと使っていきます、えー、さあ とといいううことで、ね、こでやってて設定してください、えー、と数字はですね、6個ありました。ちょっともう数を覚えてないですけど、6個の数字がありましたんで、えー、まずですね、とりあえず2グループに分けるにあたって、片方のグループ合計いくつになるのかな、まあ、これは事前に計算して大丈夫です。あの数字全部足したら260になるので、A グループ、B グループに分ける場合、A グループは130だし、B グループも130。こういう情報を使ってあげましょう。 で、まあ、数字6個って言われてるんで、とりあえずね、何も考えずに、それぞれの数字に量子ビットを割り当てます。90番から95番まで割り当ててあげますと。で、割り当てるときに、こう、必ずこう結果を考えるわけですね。結果、1になったらグループ A にしましょう。0になったらグループ B にしましょう。で、この量子ビットが順番に、こう、100、11みたいになっていくる。1になったものはグループ A。ね、0になったものはグループ B で、それぞれ 合計数と130になっているそれを目指すだけですね。えーまあ、これはね、いいでしょう。で問題は、制約条件の方ですね。えー、ここは大事グ。グループ A の量子ビットは、えー、最終的に1になります。1になるようにあの決めました。1になることを利用して、えー、係数として数字をかけて合計130になるような式を設定する。 量子ビットが1になったときににその係数が有効になりますということでね、まあ、ちょっと何言ってるか分かんないので、ここの式を見ていただくと、この15、25、33、これが問題の数字でしたね。それを係数として各量子ビットにかけて、で全てのこを足しますと。で、引く130。だから、で、この、ここに0、ま、1が当てはま、頭の中でこうルーレットをてね、チカチカチカってこう当てはめてくださいね。で、1になったところが、 有効になってそのボールを取るわけですねこの A グループは1になったところを取る。で、その1になったところの係数が足されていって、合計130になったら、エネルギーが最小なわけですね。で、残念ながら0になった量子ビットっていうのは、あのかけて0ですから、この項が消えてなくなるわけですねで。1になった項だけが足されるっていう、そういうイメージですね。合計が130。 でそれが130じゃない場合っていうのはあのね二乗してエネルギー大きくなっちゃってそういう解は出にくくなるわけですねえー、ということですじゃあ反対にじゃグループ B についても考えていきましょうグループ B の方は、えー、と最終的に0になった量子たちですねえー、さっき決めましたね0になったらグループ B でこちらも同じように係数かけて合計130になるように設定しましょうと。 でここでテクニックとして、まあ、さっきね90って書いたやつを、ね、1-90で置き換えてあげますそうすると最終的にその0になった時と1になった時っていうのは,それは、ね、条件がねひっくり返すことができるんで0になった時だけ重みが有効っていうことができるこれあの当てはめてもらうとこれ1になった時にこれ当然1ですけども、えー、と1になった時にこれ1-10、えー、逆に0になった時に 1> 1で1になるってことでこうしてあげると0、1の結果ひっくり返るんでださっきの上のこの A グループの式のですねこの量子ビットのところをこれで置き換えてあげるんですねそうするとこの B っていうのはあごめんなさいこれで間違ってますね0です0になった量子ビットが B なんですけども0がここに入るとこの係数が有効になるねだからどこに,どこに0が入るかなってことを考えるそういう式になってますね B グループも当然130なんでだから置き換えただけですねちょっとこれひどいなこれ、ね、ゼロです後で直しておきますということでね、まあ、この2式を立てればいいわけですねじゃあ実際にやっていきましょうえピップピップしてくださいピップインストールしてね実行します え前回と一緒ですね、量子ビットを6個定義するときは、まあ、とりあえず一番単純な定義の仕方はこれです。シンボルズってやって、まあ、名前は何でもいいんですけどもね、90から95で。A グループはこの式ですね、どこが1になるかなというで。1になったところが合計されたも,したものが130になるようになると。B グループは、ね、1- 量子ビットで置き換えてあげると、まあ、どこが まあどこが1になるかななんですけども、つまりそれはどこが0になるかなってことですね。はい。で、こちらも130。で、コンパイル、えー、サンプリング、これはもう定型なのであの、コピーして、コピペでやってください。はい、出ました。ということでね、えー、こちら、オフセット3万、えー、3800で、回が、えー、と、とりあえず4種類出ましたね。 まあもっとあるんでしょうけど、あの、サンプリング解説デフォルトで100回では、この4種類が当たりましたと。で、あの、思い出してください。このエネルギーの値を見てあげると、いい回が分かるわけですね。で、まあ、あの基本的に一番目に出てきた回がいい回なんですけども、それがマイナス、エネルギーマイナス3万3800いうことで、このマイナスオフセット。なんかこく聞きましたね。マイナスオフセットって前回ありましたね。マイナスオフセットの回になれば、まあ、多分ベストな回。あの、なんつうかな。理論上最高の回ですね。 で2つ目の解も同じですねマイナスマイナス。だから1番目の解と2番目の解はあの同じくらいいい解。でそれ以降の解はあの少しそれよりもエネルギーが大きいからちょっと悪い解ですね。解、えー、は2通り出るが、えー、この2つの解というのはグループ名を入れ替えたものなので実質同じですよということであの01がねちょうど入れ替わったものになってると思うんで、まあ、単純にグループ AB をこうひっくり返したものも解として出るということですね。 なので、階は1つです、実質。で、結局、えー、っと、だから、これは、1つ目の階を拾ってきたんかな。そうですね。01、01、10。えそれぞれ、あの何の数字だったかというと、まあ、この数字だったわけですね。で、あのえー、なんだっけ、A グループは1のところを取るんでしたね。だから、えー、25を取るわけですね。25、41、64。これが A グループで、残りがグループ B。で、これ、まあ、足したら多分130になってると思います。 ここちらも130になっていいととと思いますということで、ね、あの、まあ、繰り返しになりますけどマイナスオフセットと同じ解が出てきたってことは全くずれなかったってことですこの式がね全くずれなかったってことは要するにここを足したものがちょうど130になったしこちらもここを足したものがちょうど130になったっていうことですはいなのでその問題は解けているということが分かるわけですね でまあ、この単元はですね、まあ、これで実のところ終わりです。えー、あ、オフセット、ごめんなさい、オフセットの値ね、はい。これもちょっと補足しておきますね。これそうだ、さっき付け足したからちょっとね、説明し忘れるところでした。えっ、ー、と、前回まで使用していた基本の設定と、今回はその発展型ですね、あの係数付けただけですね。こうすると、このカッコの中にある定数項の2乗がオフセットの値になります。オフセットの値にあの加算されます。だから まあ前回やったこの3つのボールの中から2つだけ取るのは何通りですかみたいなこういう問題ですね。そこ,こに引く2っていうのがあって、で、これを設定するとオフセットが4になるということですね。引く2のところが、まあ、2乗したものがオフセットになって、そうするとこの式だけであれば、その最終的に出てきた回がエネルギーマイナス4っていうのがまあ理想的な回だってことになりますね。 でえー、ということから考えると、この今回の問題で、あのオフセット33800って、これね、このでかい数字が出てきました、ここね、オフセット33800。これが何に由来しているのかっていうのも、きっとお分かりになると思います、ね。このオフセットはどこから来たのか、この値って何なんですかって聞かれたですね、まあ、ここですね、マイナス130。これの2乗がオフセットに加算されるってのと、あと2箇所あるんでね、ここにも2も だからこれの2乗足すこれの2乗が、まあ、きっとこれなんじゃないかなってちょっと後で計算してみてください多分そうなってます、はい、でそれマイナスオフセットの,値があの答えが出ればぴったりだねということでねあのまあこれで終わりですさあでねえっ、ー、とまあおまけっていうのがありまして、うん、ああおまけ1はこれ全員やった方がいいですね実はもっと簡単にできる勘の感いい方はもしかしたら気が疲れたかもしれないですけども 実はですね、グループ B の設定式はなくてもよかったんですね、うん。なぜなら、グループ A の条件を満たしていれば、残りは必然的にグループ B の条件も満たすからであると。全部の合計が260で、グループ A に130入れば、グループ B のことを考えなくても、勝手にそっちも130になってるでしょっていうことですね。なので、実はグループ B の条件式なくてもいいんですね。えー、なので、それなしでやってみましょうっていうことを書いてます。 で、また、その際のオフセットの値も確認してみましょうということでね。なんか嫌ですね。教科書のなんか、あの、ちょっとした演習問題みたいな誘導の仕方で僕はあんま好きじゃないんですけど、なんか、算数の教科書を思い出しますね。じゃちょっとやってみましょうか。ここをね、えー、コメントアウトしてください。はい。グループ B の方をコメントアウトしました。おい。じゃあ、これでやると、出ましたね。で、オフセット、変わりましたね。まあ、なぜこの値が出るのかっていうのも考えてください。 で答答ええ見ると、まあ、同じにで実はこれでよかったんですねはいあの二重にやってました最初の式はねということですさあおまけにこっちのはですねあのちゃんとちょっと難しいんであのこれはついてこれる人だけついてください雰囲気で聞いてくださいねあの初回で説明したかもしれないですけど9棒っていうのは0と1の変数で表すモデルだと あらゆる組み合わせ最適化問題を0と1の並びで解決してあげようというのがキューボの考え方ですねあの。我々は今キューボについて学んでます。で、あのイジングモデルっていう似たようなものがあって、その量子アニーリングマシンっていうのはその、その中身はイジングモデルに基づいたマシンなんですね。で、それは似てるんですけど、マイナス1とプラス1の変数を用いてるということで。ちょっと違うんですね。0と1なのか、マイナス1、プラス1なのかっていう、この。 片側だけ違うんですねでただ、これらは10日であることが知られているんですね。だから、アニーリングマシンの中ってイジングモデルに基づいて動作してるんですけど、だから、まあ、イジングモデルであの入力してあげればいいんですけど、まあちょっと、ちょっと理由は分かんないですけども、入力はね、キューボってことになっていて、あのだから、キューボで入力して、01で入力して、そ内部的にはそれをこうイジングモデルに多分こう、まあ、変換というか、10日なんでこう言い換えて、 マシンの動作的にはこれであのガチャガチャあの同時探索しているというそういうふ雰囲気で覚えてください。<laughs> であの10日なんでこの問題もですね実はイジングモデルであの記述することもできるんですね。やろうと思えば。っていうのを、まあ、あえてやってみたのがこちらになっておりますということであのまあ興味がある人だけねちょっと動かしてでまずあの数字はまあこういうふうにねで、えー、量子ビット6個。 まとめてあの設定する便利な関数がありますんでこれ使ってますでえっとこの z っていう配列にこのまとめてですね6個同時にあのイジング変数に変換しますこの9の変数たちは01の9あの9母の変数なんですけども今回そうあえて z っていうのに変換してこちらはマイナス1とプラス1で 表現されるそのイジング変数を使ってどういうふうに式を立てるかというと、まあ、イジング変数はマイナス1かプラス1になるので、まあ、それをこう頭の中で当てはめて式を作ってくださいでイジング変数の配列と数字の配列の内積が0になればよいつまり展開して書くと,、えー、と Z0 から Z5 まで使うんですけどもこういうふうに数にかけてあげてで内積0これだからかけたもの,の内積足したもの,の内積ですね で、これプラス1かマイナス1が入るわけですね。プラス方向に130進んで、で、マイナス方向にも130進んで、差し引き0になってくださいっていうことでね、ね。まあ、マイナス0って書かなくてもいいんですけども、まあ、分かりやすいようにマイナス0ってつけてます。で、2乗して、これエネルギー。これ、これです。この式だけですね。だこれでいいんです。で、これを、まあ、あのサムっていうあの関数使うとね、これ、あの、標準の関数ですけど、まあ、こういうふうに短く書くこともできます。はい。 で、それであとアニーリングしてあげると答え出ますよっていうことで、ね、イジング変数でも実は記述ができるってのは面白いですね。問題によっては、だから、もしかしたらそうやって記述した方が、こう、まあ、わかりやすいってこともあるかもわからないですね。お好きな方で。えっと、これ、だから、プリントしたもの、まず9号の変数っていうのは90か95。で、イジング変数にしたものは、まあ、これね、ちょっと、えっとね、どうなってんだ、これ <laughs>。 これが1個目ですね。ちょっとあのカンマがないんで分かりにくいですけど、えっ、ー、と、キューボの変数01に2をかけて1引くんで、そうするとだから02になって1個ずらすから、マイナス1と1になるわけですね。だから、ここの一塊が Z0 です、うんあのね。で、あの、まあ、これであのハミルトニア、あのエネルギー設定して、プリント、式をプリントしてみるんですけど、まあ、プリントするとですね、あの、 内部的にはちょっとごめんなさい。キューボ変数で出てくるんで、あの、結局こういう式、あの、こういう式になっちゃうんですけど、まあ意味的にはこのちゃんとね、あのイージング変数をかけてますよってことで。で、えー、まあ答えは一緒のものが出ますと。いうことなんで、まあちょっと頭の片隅にね、置いていただけるといいかなと思います。キューボは0、1の変数です。イージングモデルというのはマイナス1、プラス1の変数です。これらは等価日なので、どっちで書いてもいいです。ということです。 はい、じゃあねこれで算数数学の問題解けるようになりました4番いきましょうシフト最適化あのですね聞いたことありますよねなんか有名な組み合わせ最適化問題に、えー、やろうとするとシフト最適化とかあの何だあとナーススケジューリング問題とかいうのかな,なんかいろんな名前あるかもしれませんけどこれもやっていきましょう 1> まあ星1なんでねそんなに難しくないです同じように方程式制約ですねじゃあこちらも新しく開いてくださいさあ問題見ていきますよ、えー、文化祭のお店のシフトを8人の生徒から決めます8人の生徒がいてあの候補者がいてその中から何人かの生徒をそのアルバイトとしてシフトに使うと でお店に必要なパワーがこちらですということであの13時代、14時代、15時代、で17時代まで、えー、5時間分の勤務ですね、文化祭のお店。で、マンパワーとしては、あのえー、あマ,マンパワーって言っちゃいけない、ーえー、パーソンパワーとしては、えー2、各時間2の力が必要ですね。で、8人の生徒のシフト希望はこちらです。経験者はパワー2を持ってますということで、 A 君は、あ、僕は13時代と17時代入れますよと。で、B 君は、あ、僕は13時代と16時代入れますよと。っていう、こう、シフト希望がバーッと出てます。で、F、G、H 君は、あの、経験者ですね。この人たちは、パワー2を持ってるんで、あ1人でも切り盛りができると、お店のね。ちょっと、まあ、この学校、あの、バイト禁止なんですけど、なぜか経験者がいるってことで。だこれらの中から、 何人か適当に組み合わせて取ってぴったりその各時間の合計が2222になるように取りたいとその組み合わせを見つけてくださいっていうそういう問題でございますねこれもまあ組み合わせ最適化問題になってるんですねで一応補足としてあの採用された人はこのシフト希望表通りに出てください、えー、例えば A 君が採用された場合は この13時代だけ出て17時代出ないっていうようなそういう使い方できなくてもうこの人採用するのであれば13時代と17時代両方とも入るっていうそういうふうにこの見てくださいね各行行はもう丸ごと採用するかしないかっていうそう,そういうふうに見てくださいじゃあねこのテクニックを使おうってことでねはいでこれ書いてあることさっきと一緒です はがゼロと一の方程式でボールを取るってね、一緒です。だから省略します。全く同じことをします。これはね、どう設定すればいいのかってことなんですけども。まず量子ビットの用意。まあ、今回も比較的わかりやすいですね。各生徒が、八人の生徒が。まあ、それぞれこう。使うか使わないか。ね、シフトに入るか入らないか。なんで。あ,あ、なんとなく、それがゼロ一なんだなと。なので。 それぞれの生徒に量子ビットを割り当ててくださいと。で、まあ、1になったら勤務に、シフトに入る。0になったら、あなたは入らなくていいので、その日は、あの、文化祭、他のところで遊んでくださいと。こういうとことですね。だから ABCDFGH を90から97に割り当てます。ね。じゃあ、制約条件なんですけども、これはですね、例えば13時の列に着目します。さっきの表で言うと、あの、 縦方向に見るわけですね13時の縦の列に着目するとあの入れる人が3人いましたとちょっともう一回見,見ていきましょうね、はい、13時代はあのそもそも入れる人3人いましたね ABF 君ですねでこの3人が入るか入らないかするんだけども入った人が足して2になればいいですね,ね足して2になる でそれをですね式にするとはいえ909195、ー、の人たちですねこの3人のパワーの合計が2になるちなみに95の,の人は経験者なのでパワーが2であることに注意すると 90+91+2×95、えー、この3人で取る取らないをした結果2になりますぴったり2になりますということでこれは方程式なんですね まあちょっとね、こう実は1かけるがここ省かれてます。パワー1、この2人パワー1なんだけ、ね、かける9 0たす、1かける9 1たす2かけ95、2る9 5で、ちょっとね、ごめんなさい、1かけるが省かれてますけども。で、あの1ならその係数が有効になる。ねで。どこを有効にしたらパワー2になるでしょう。という、これが13時代の設定ですね。あとは、それを14時、15時。 全部で何個あったっけ、えー、?12345 時,時間分ですね。だからこれをですね、同様に全部で5式設定してあげるとできるということですね。わかりましたかねじゃあ実際にやっていきましょう。まあ、ピップしてくださいということで。じゃあ式をね、実行して。うい、えー。8人分の量子ビットを定義し、 これが13時代ですね。A 君、B 君と、えー、なんとか君。パワー足したら2。14時代も、えー、候補2人しかいないですけど、この2人のパワーを,を有効にしたものを足すと2。15時代っていうふうに、各時間。まあ、このね、番号をちょっとよく上の表と照らし合わせながらちょっと確認してみてください。はい。で、あのサンプリングのところはあのコピペでございますね。 いつも同じじゃあこれで見てあげるとオフセット20でえ5つの回が出ましたというか5つだけ表示してますね多分もっといっぱいあると思いますけどそうすると一番目の回がですねエネルギーマイナス20になってるんでおめでとうございますこれが理想的な回でございますねで見てみると110010 11ということで、えー、シフトに入る人はこの1のところの人ですね。えー、ということが書いてありますでそれ。彼らを抽出して一応ちょっともう一回表を見てみると、まあ、こうですね。A, B, E, G, H 君で。ちゃんと見てみると、確かに各時間とも合計2になってますね。はい。これでシフト完成しました。意外となんかこう、シフト最適化とかことかスケジューリング問題って難しいのかなっていうイメージがあるかもしれませんけども、まあ、めっちゃ簡単にするとね、 意外とシンプル、ね、この原理が分かれば、まあ、もうちょっと複雑なシフト最適化でも、まあ、きっと頑張ればできるんじゃないかなと思いますで例によってですねあのおまけが長いんですけれどもね見ていきましょうお店に必要なパワーが違ってもできますか、ね、できますお店に必要なパワーが時間帯によって違うかもしれませんが考え方は一緒ですよと例えばあのヒルピーク帯 ね、お店に必要なパワーが2じゃなくて、まあ、4とか5とか6とかいっぱいシフト入らないあの人を入れないといけないってこともありますよねそういう場合はですねそこの,あの方程式の右辺を増やしてあげればいいんでだからさっきの引く2のところがねまあ説明しなくても大丈夫ですかねここの引く2のところがね引く4とか引く5とかっていうふうに必要なパワーに変えればいいわけですねはい で、また、問題によっては他の制約条件も足すことができます。例えば、えなんか、なんかの都合で、全体で3人だけ採用したいっていう、なんかそういう都合があったときには、これもね、8つの量子ビットから3つを1にする。こういう式を足してあげればいいですね。足すっていうか、あの、手前にこれを入れてあげればいいわけですね。8つの量子ビットを足して、引く3。これ、あの、最初にやったやつですね。いくつかの量子ビットからいくつか1にする。8個の中から3つだけ1にするっていう。 基本の設定ででしたりれてあげれば3人だけ採用ができますそれからですねちょっとまだ習ってない内容なんですけども、えー、と A 君と B 君はまあ何かの都合で同時には採用したくないという場合ですねそういう場合はこの2つの量子ビットが同時に1になったらペナルティエネルギーに対してペナルティは与える2つの量子ビットが同時に1になったらエネルギーをプラス増やす増やすっていうねそういう式がありましてはこうなんですね ゼ0と Q1、A とーね、ゼロとワンをかけたものをエネルギーに足してあげると、これあの、11になった時にエネルギーがプラス1されるんで、ペナルティなんですね。11になったらペナルティなんですね。一11じゃない場合は、ノーペナルティですね。0×0 でもいいし、1×0 でもいいし。同時に採用したらエネルギー増えちゃうんで、そういう回が出にくくなるっていう。ただこれはあの、次回以降やる内容なんで、あの、覚えなくてもいいですけどね。 でなお、こういう条件、追加する場合ですね、ちょっとそのいろんな条件がいくつかある場合に、あのどの条件を優先するか、あのここは絶対守ってください。でもし守れないんだったら、こっちはまあ守んなくてもいいですよっていう、その強弱を、ね、つける場合が必要があるんですね。その重みを強弱をつける必要があるんですけども、あのそれはまた次回以降やりますんで、あのちょっと雰囲気だけね、なるほど、こういう設定をすれば、あの設定自体はできるんだ。 それだけちょっと感じ取ってください。結構柔軟性があります。さあ、本日の最後です。ね、4分で設定するにはどうしたらいいんですかというね、質問がね、来てました。来てませんけど、来てました。えー、これですね。えっ、ー、と、ちょっとこれ見落としがちあの、説明してなかったですけど、実はシフト表の空欄は、パワーゼロで埋まってるですね。ちょっとすみませんね、戻りますが、この、 この問題見てください。というか空欄になってますけど、ここ実はですねあの、0が入ってます。00ロね。だから表って埋まってるんですね。だから実際のん,なんていうかな、問題としては、あのまあ、これが要するに与えられるんですけど、シフト希望表が配列として与えられると思いますけども、あの、はなんていうかな、入れないところは0が入埋まってるはずです、ね。で、そういう配列が得られますよね。で、それを使って、 そのブンを使ってね、まとめて式を設定するわけですけれども、本格的にブンで式を設定する場合は、シンプルに、その人のその時間持ってるパワーかける量子ビットを並べて足してあげればいいですよ、という,うです。えでパワー0のところは入れない、無効なので、結局さっきのコードと同じになります。何言ってるかというと、さっき13時のえーコード、こうでしたね。 3人がいて、まあ、1かけるが省略されてますけどでこれこの3つだけ足すってのあのなんていうかな法文でやりにくいですよね。わ <laughs> かりますかねこここさ5つの式やりましたけど3つ足す時と2つ足す時となんかこう足す数がそもそも個数がバラバラだとそのなんか自動で設定しにくいですよね。本当はあの8つ足してたんですね実はこうだったんです。 ちゃんと書くと、あのフルで書くとこうだったんですね。1かける、えー、入れるか入れないか。1かける入れるか入れるか。で、0かけるこの人の入れるか入れないかっていうのはあの、入っても力になれませんよっていう意味ですね。で、この人入れますね。2かける8つ足して、それが合計2になるってことで。で、0かけたところはあの消えますんで、結局それを簡単にするとこうなるっていうことで、そう。実はね、フルで書くとこうだったんですね。なので、あの、 教科書で見るとね多分こっちに近い説明がされてるんじゃないかなと思います。テキストでよく見るシグマの数式は前項を足したものになっていますのでここから入るとちょっとつまずくかもしれないということでこちらの数式はですね今回の問題の制約式を頑張って固く書いたものでございまして。 まあちょっといいかな説明は。まあこういうこういうのがねテキストによく載ってると思いますと。これはこれは何を意味してるかっていうとこれなんですね。これ。これはこうなる。ね、で、そのシフト入れませんよっていう0の部分をシャッシャッシャッって消したものが今回のこの短い式だったんですね。ということなんでね、まあ、逆にこう逆にたどってこれを理解してください。はい。ね、これが、えー 1> 1かでこっちが時間のシグマですね全部足してくださいっていことでだからこれが5時間分5個の式の意味ですねでこっちが8人っていう意味ですねで S っていうのがあのお店に必要なパワーで2位ですね今回であのその人が入れるパワーかける X が量子ビットであの0か1かが入るっていうね、まあ、これなんですねということなんでちょっとね数式アレルギーの人もなんとか逆にたどってねついてこれるようにしてください 多分でも数式出るのはこれが最後かもしれませんはい次回からは出ません以上です終わりましたはい4番終わりね次回は、えー、橋をかけろお絵描きロジックまたあのペンシルパズルに戻ります柔らかいパズルに戻りますでいよいよだんだんそのなんていうかな急簿設定のこう本質的なところに入っていきますね難しいところに入ってきます制約式がいくつ何種類かあるときに強弱をつけるって話と まあ,あと、聞いたことあるかもしれませんが、かコストっていう、なんかもう一つの化け物みたいなやつを、ようやくここで学ぶことになりますんで、次回も楽しみにしてください。またね、質問ある方は、あ一般チャンネルの方で、テキストで質問していただけると、クロートの方が回答してくれると思います。では、皆さんおやすみなさい。お疲れ様です。